ちゃん。こんにちは。はい。はい、伊坂さん。はい。また3連戦終わりましたよ。ねえ、3連戦を振り返るということで、まあすごく忙しい。誰が？私が。あなたが？私が。まあ俺のことをちょっと今日は書かせてもらったけど。はい、忙しい。で、大変なことになってきたよって。なってきたにゃーんで。ね。で、どうなったということで。どうなったんでしょうね。ねえ。はい、いきますよ。はい、ではセリーグ見ていきましょう。はい、じゃんと。はい。はい。こういった結果です。絶好調ベイスターズは3連勝。はい。はい、ジャイアンツと阪神は阪神の3連勝。はい。はい、中日ヤクルトは中日は2勝1敗で勝ち越しですね。そうなんだよね。じゃあまず、DeNA 対カープ。はい。ね、DeNA の方は、大貫、石田、京山というふうに3連戦を立てて、はい、広島の方はピッチャー、先発ピッチャーね、玉村、遠藤、大道っていうのを立てたんだよね、うん、で結果から言うと DeNA がホーム17連勝を飾り、はい、このカードを3連勝したという。はい。まあ初戦は峰が満塁からタイムリーを打ったりだとか、牧、宮崎、外のホームランが飛び出すとか、まあ非常に打線が好調。はい。ね、で峰が勝負強さを見せたという。で2戦目はすごく接戦になったんだけども、はい、まあ代打伊藤が決勝タイムリーという、伊藤光がね、でその代打の中にも結構メンバー揃ってたんだよね、いろんな選手が。まあその中で伊藤の経験を買ったという三浦監督の采配がズバリというね、はい、うん、だから勝負感も冴えてんなというね。その中でそのエスコバーだとか伊勢とかを完全に休ませてベンチから外して体調管理をさせたという、うん、あ、だからまあリリーフ陣もすごく余裕があるなっていう感じがしたよね。はい。で3戦目は楠本、京山、牧のホームラン3点で勝つという。はい。で京山が中継ぎで投げる場面もいろいろ前のゲームであったんだけどもさ、で久しぶりにこう先発でそのリズム感っていうのがすごく心配にはなったんだけども、はい、全然そんな感じなかったね。もう見事な投球を見せてくれて勝ったという。で3連戦を振り返るとやっぱり DeNA のやっぱノリの良さが目立ったよね、うん、まあ6月からホームで負けてないって、まあそうなってくるとやっぱ暗示にもかかるよね、今日もいける今日もいけるみたいなね、まあそういう勢いも感じたし、逆に広島の方はやっぱコロナで3人ぐらいレギュラーが抜けてんのかな、うん、そうですよね、うん、だからまあそういうところでちょっと手詰まりの部分もあったし、うん、だからちょっとチーム状況としたら苦しいなっていうね、うん、まあコロナが出て松田では2戦勝ったんだけどもさ、やっぱどうしても続かないよね、うん、うん、だから今非常に苦しい状況にあるなっていうのが広島で、DeNA は本当にホームで負けないという強さ、うん、それを感じた3連戦でした。はい、はい、ベイスターズが今シーズン一番いい状態ですかね。そうだね、一番いい状態だし、うん、まあただそのオースティンだとか、うん、太田とかコロナとかでねいないんだけども、それを補うだけのピッチャーの頑張りとやっぱ選手たちのつながりっていうのね、それと牧がすごく中心で打ってくれるから、うん、まあそこら辺の安心感があるね、ここら辺もね。はい。はい。はい。続いて巨人対阪神。先発ピッチャーは山崎より堀田、シューメーカーで、阪神の方は西、藤波、才木でこの3連戦は先発を立てたんだよね。はい。で初戦西が完封するんだよ。まあ、その時に初戦が大事だって言われるのはなぜかというと、その初戦のピッチャーっていうのは相手バッターに印象をすごくつけなきゃいけないんだよね。印象づけるというか、その投球を配球というか、はい、で西は中田に対して4球ツーシームインサイドインサイドインサイドって言って、まあ、三振を取るんだけどもさ、で岡本に対しては外中心の攻めで全く真逆で攻めていくんだよね。それで完封をしたという、まあ、そういうことがなんかこう巨人打線の中に刷り込まれていくというね、うん、まあその試合とかは、まあ、佐藤がね打ったりだとか、まあいろいろ主力が打ったりとかしたんだけどもね、でまあ足技とかさ、まあそういうのも使いながら、で2戦目は藤浪、やっぱボールに力があるね。それと西のやっぱ配球が頭にある分
やっぱこう気になるんだよね、前日のことが。だからそれも作用して藤浪がやっぱ好投につなげてるっていうこともあるんだよ。やっぱピッチャーが変わっていてもそういうことっていうのは印象に残ってしまうもんですか？ああ残るね。やっぱりこの3連戦はこういう攻め方で来るんだろうなっていう、そういうものが見えるからね、1戦目の時には。だからそういうのを利用してたね、ものすごくね。で藤浪は昨シーズン4月16日以来の先発での勝利、今年もいいピッチングはしてるんだけど勝ちに結びつかなかったんだよね。だからそういう意味では一つ藤浪の流れが変わるかなという。でこの試合で佐藤がまたホームランを打つとかで、まあホームランはあるランナー2、3塁から中野が内野安打で追加点を取る、続く島田がスクイズをやるとか、大技小技で攻めるんだよね。だからもう巨人の方はなすすべなしという。で藤浪にも手が出ないというね。はい、はい、で3戦目は才木、はい、やっぱり素晴らしかったね。才木のまっすぐを打たなきゃいけないっていうんで初球からどんどん来るんだけど、それが凡打になってしまうと才木はすごく楽だったと思うよね。なるほど。で巨人打線は岡本の一発だけで、あとは抵抗する余地もなかったというね。で大山が4安打をするとか、はい、で2打点を挙げるとか、まあそういうことで、すごく阪神にとっては実りのある3連戦だったし、巨人の方は全くなすすべないというか、まあ例えば山崎伊織が1戦目に好投してるのに中指の爪を割って降板するとかで、変わってきたピッチャーが直後に、まあ、佐藤にはタイムリー打たれるとかね。やっぱちょっと流れが悪いのと打線がやっぱ機能しない、それとやっぱチーム全体に悩みがあるというかね。なるほど。まあ、昨年もこの時期からどん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 こう低迷期に入っていったんだけども、なんか手を打たないと、なんかちょっと苦しいなっていう感じがするよね。なんかこうそこのこう悪循環を何か抜け出すきっかけがあるといいんでしょうかね。まあまあそうだね、はい。で、まあ、阪神はこれがきっかけになりそうな感じがする。逆にで阪神は次当たるのが DeNA。 おお、だからすごく面白いよね。ここはね、この勢いがどうなっていくかっていうところですかね。そうだね、はい。で中日、はい、ヤクルト、はい、ね、中日の先発大野、小笠原、上田でいきます。でヤクルトはバンテリンドームで相性のいい小川、原、小沢で、3対0って1戦目リードするんだけどさ、まあ木下が同点の2点タイムリーだとか、9回は木下が3塁打打ちノーアウトサードを作るんだよね。はい、で同点なんだけどもさ、はい、その時に高津監督が2つの申告敬遠し土田と勝負に出るんだよね。これ賛否を呼んだんだけどさ、はい、満塁にするとピッチャーが攻めにくいとか、でも満塁にした方が野手は守りやすいとか、まあいろんな考えがあったと思うんだけど、はい、俺も高津監督が満塁にしたっていうのはもうノーアウトサードだし外野フライで行ってんだから、まあそのダブルプレーを取れるチャンスがある、やっぱ俺は満塁を選んだっていうのは、まあ俺は正解だったと思うけどね。だけど逆に言えば、まあ中日も粘りが出てきたっていうことだよね。3対0から追いついて、最後土田のサヨナラで、勝つというね。ただヤクルトの方からするとやっぱ3対0のリードがありながら自慢の中継ぎ陣もいて、それで逆転負けを食らったっていうのはすごく痛いよね、2戦目はね。で2戦目はもう村上祭り、日本のホームラン43号、44号、はい、で150本塁打まであと2本という、これも最年少記録かな。で残り34試合で計算すると57本ペースで、この日3安打し2戦目の現時点では三冠王に立ってるんだよね。だから村上の力で、まあ、2戦目は勝ったと言ってもいいよね。はい、で3戦目、はい、3戦目は平田、岡林、土田、後藤が、まあ、打点を上げ、で村上が徹底マークを食らうんだよね。
もう上だからインサイドインサイド、もう当たるか当たらないかぐらいのところをもうどん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 攻められて、もうフォアボールでもいいっていうような感じで攻めて、やっぱフォアボールなんだよ。はい。うん。それで、サンタナを打ち取って、まあ中日が勝つんだけども、やっぱこう考えると村上の負担っていうのがものすごく大きくなりつつあるんだよね。まあ個人の記録っていうのはすごく大切なんだけどもさ、村上の気持ちだったらやっぱチームが勝たないと面白くないと思うんだよ。でその中で自分が打った試合は勝ってるんだよね。でも自分がマークされて歩かされたりだとか打てなかったら勝ててないんだよ。だからすごくこう負担がかかってきてるだろうなっていう風な感じに思う。なるほど、うん、だからまあ中日も粘りが出てきたこの3連戦では。ただその村上の負担が浮き彫りになってきたという3連戦だったね。これはね、村上選手は活躍すると勝つで、ね、すればするほど負担が増える、なかなかこう、ね、相反することが起こるので、まあそうだね、まあ、マークも厳しくなるしね、うん、そうですね。サンタナが打ってくれてればマークも緩むんだけどさ、うん、村上の後ろを打つバッターが大事だよね。はい、なるほど、はい、それで、はい、チーム力なのか個人力なのかって、はい、チームで戦ってるのっていうのは DeNA 阪神で、個人っていうのはまあ今話したように、まあ、ヤクルトね、うんうん、でやっぱ巨人も岡本が打たないと勝てないとか、やっぱ個人に寄ってるんだよね、うん、そうじゃない、やっぱチームで勝たないとさ、うん、だからそういうことを、まあここはコロナからはやっぱこうレギュラーが戻ってきてくれないとどうしようもないということね、うん、まあそういうことでこういうことを書きましたけども、なるほど、うん、まあこういうのがセリーグの3連戦でした。はい、はい、なんかこうチームの状態が現れるような結果になってますね。そうだね、浮き彫りになってきてるよね、はい、そうですね、はい、はい、ではパリーグ、はい、パリーグはこう、こうどう、はい、こちらは西武オリックス、オリックスが2勝1敗で勝ち越し、はい、はい、ソフトバンク日本ハムはソフトバンク3連勝勝ち越しです、はい、で、楽天とロッテは2勝1敗で楽天の勝ち越し、そう、はい、でまず、まあ、首位の西武、うん、追ってるオリックスから、はい、で西武の方は今井、与座、エンス、うん、でオリックスは山本、宮城、ムクノキ、久しぶりだね、はい、ゆうたろさんの後輩ですね。そうだね、のはい、それで、はい、まあ第一戦山本対今井なんだけどもさ、若月がエラーするんだよね、ファーストに暴投して、はい、それが引き金で失点していくんだけどもさ、それから若月に火がつくんだろうね、責任を感じてまさかの2本ホームラン打つんだよ、うん、そのうち1本は決勝ホームランになっちゃってさ、はい、ただ山本が135球投げ完投するというね、うん、あただ西武打線も山本に対して粘りを見せるんだけどもさ、はい、今や自慢の中継ぎ陣の本田が、まあ、若月にホームラン、決勝ホームランを打たれるというね、うん、中島監督も山本をこう135球まで投げさせたっていうのはさ、はい、1対0のゲームで山本が8回に降りて、はい、抑えが同点ホームランを打たれたんだよね。そういう失敗があるからもう最後まで山本に任そうと思ってね、多分投げさせたと思うし、はい、で山本、宮城、ムクノキって先発っていうのはさ、まあ、大体なんていうの、3連勝狙ってきてるよね、うん、うん、だから、まあ、まず一つはうまく勝てたという、はい、で2戦目は沖縄出身同士の投げ合い、与座と宮城、宮城が好投、はい、8回108球無失点という、で宗がスリーランを打ち、まあ、突き放すというようなね、はい、うん、だから西武打線は6安打に抑えられるんだよね。だからまあそういう意味ではその宮城の好投が光ったというゲームだったよね。うん、なるほど。で問題は3戦目、問題は、うん、はい、やっぱ3連敗したら並ばれるんだよ。そうですね。でソフトバンクがまあ先に言うと勝ってるからひっくり返されるというような、そういう状態の中、ムクノキが先発と、はい、エンス、うん、山川のタイムリーなので、まあ、先制してね、なかなか2戦目打てなかったのが、まあ、先制をすると、で6回1失点のエンスがすごく、うん、高騰すると、はい、ただねこのムクノキがちょっと悪かったね、まあ、2回の途中でマウンドを降りる結果になったんだけど、フォアボールは連発する、なんかノーヒットノーランもう一人っていうような回答を見せたんだけど、
前回ですね。前回ね。だからまあそれから登板の機会っていうのはすごく空いてるんだけどもね。はい、まあだけど今日はなんか2000ムクノキ見てるけど全く面影がなかった。なんでしょうねそれは。なんだろうね、なんか状態が悪かったね。まあその中で中嶋監督がやっぱ3連勝を目指して山崎福也とか、もうずらーっと中継ぎ陣をどんどんつぎ込むんだよね。今日休みだからまだいいけど、あれだけリスクを伴って負けるとちょっと嫌だね。嫌な負けになっちゃったね。でもさすがに西武はまあ3連敗しなかったという。ただその西武の野球を見てたりとかすると、やっぱこうやるところはちゃんとしっかりやれてるなっていうね。まあ例えば一塁からバスターエンドランをかけると成功させるとか、まあそういうこともあったし、ただオリックスは勝ったけど、まあ話をしていて、例えば吉田とか杉本とかそういう名前が全くなかったでしょ。そうですね。だからまあそこら辺が多少ちょっと心配かなというね。なるほど。ただやっぱオリックスはまあ最高は3連勝だけど、まあ2つ勝てたということはこの3連戦で収穫があったというふうに言ってもいいと思うよね。でソフトバンク対日本ハム、でソフトバンク坂東、武田、和田で、日本ハムの方はポンセ、上沢、加藤、ね、で行くんだけども、まあ、柳田が1戦目に4安打するとかやっぱ調子を上げてきたよね。でデスパイネもタイムリーを打つとか、こう主軸が1戦目活躍するんだよ。で坂東も5回1安打と、まあ、好投をするんだよね。だからまあ1戦目はそのポンセからまあ勝ったと。ただ問題は2戦目なのよ。何が問題かというと、コロナでベストオーダーが組めなくなった。そうでしたね。周東がいない、中村晃がいないとか、まあ主力にも結構コロナが出て、これは困るなと思ったら、代わって入ったガルビスがタイムリー、で佐藤直樹がツーランホームラン、これプロ初なんだけどもさ、で武田も調子悪いながら逆転をしてくれたらすごく状態が上がって、まあ、勝ち投手になるとか、だからすごくこう層の厚さ、ソフトバンクの、それを感じたよね。なるほど。それとソフトバンクに日本ハムは7連勝ぐらい、7試合やって負けてないと思うんだけど、だけどやっぱり塁に出ないとやっぱかき回すことができないから、やっぱあの松本剛が帰ってきて、マルチ安打2試合ぐらいやるんだけども、やっぱ動けないんだよね、なかなか打てないから、だからかく乱ができないというさ。で3戦目はそのオーダーがベストじゃない中で、デスパイネがホームラン、野村勇が2本のホームラン、まあルーキーなんだけどね、で柳田がホームランという。だからやっぱり主軸と若手が融合して、まあ先発ピッチャーの和田も前回のめった打ちを反省し、5回を1失点に抑えたという、まあそういう3連戦だったんだけども、まあ日本ハムの方とすればポンセ、上沢、加藤って言ったらもう3人とも勝たなきゃいけないピッチャーなんだよね。勝たないと苦しいという。で一方坂東、武田、和田っていうのはその裏のローテーションなんだよね。でもそこでやっぱ3連勝できたっていうのはすごく大きいよね。そうですよね。だからそういう意味ではソフトバンクっていうのはコロナになってみんなこう一致団結というかさ、そういうのが見られたというこの3連戦だったし、日本ハムの方はまあ表の3枚ポンセ、上沢、加藤で3連敗食らったっていうのはすごく大きな痛手になったね。なるほど。はい、はい、続いて楽天対千葉ロッテ。楽天の方は岸、田中、藤平で、ロッテの方は佐々木朗希、ロメロ、小島。1戦目は茂木、浅村の255、鈴木大地、この3本ホームランを打たれる。佐々木朗希が初めての経験なんだよね、1試合3本食らうなんていうのは。三被弾ってこうね、あの見出しでニュースにもなってましたもんね。そうそう。で、まあ、その試合で勝負を決めたのは松川が3点タイムリーというね。満塁から走者一掃、初球を叩くという。ね、若い子が言ってて、フォアボールの後の初球は狙ってましたみたいな落ち着いた口調で、
まあ可愛いけどね。はい、そんなんでしたか。そんな感じだったよ。はい、ただこの試合で佐々木朗希が2ヶ月ぶり7勝目。はい。ずいぶん空いたね。そうですね。でこれ、ね、全カードからのスライド登板。まあそうだったんですよね。まあでも、まあスライドの影響かどうかわからないけども、まあ佐々木朗希が3被弾を食らうっていうのはね、ちょっと。球の質的にどうなのかなっていうちょっと心配になる部分はあったけどね。完全試合をしてこの後も完全試合しそうだったっていう、あの頃と今の佐々木投手っていうのは何か違いはあるんでしょうか。まあコントロールがちょっと違うのと、あの時ZOZO マリンでやってたから、まあ、風の影響で変化球もすごくフォークが落ちたりだとか、まあ、スライダーカーブが大きく曲がったりだとか、そういうことも味方につけてたんだよね。なるほど。それとやっぱその佐々木朗希に対しての対策というか、そういうものも各球団進んでるね。そうですよね。でも160球を対処していくわけだから、はい、やっぱプロのバッターってすごいなって改めて感じるよね。ねえ、まあ、飯高さんも俺もプロだった、分かんない、対処しましたかね。いや、なんとかするだろうけどさ、まあ、とりあえずやれることっていうのはバット短く持つよね。まずはそうだね。はい、まあそういう1戦目でね、はい、で2戦目はマー君が、まあ、ミスなので失点はあるけども、はい、まあ好投したよね。7回91球2失点というね、だからマー君がこうすごく安定してたから、はい、まあ打線の援護もありながらね、まあ7回91球2失点という、ただし、はい、まあ勝ち投手にはなったけど7勝9敗、これ最低でも9勝7敗になっとかないとね。なるほどね。じゃないとやっぱり上位っていうことになっていくと、マー君はこれから絶対負けちゃダメだよ。それを感じた。やっぱりマー君が勝つとチームの雰囲気も良くなるし、はい、やっぱマー君が負けるとこう落ちるなっていう感じは受けたよね。はい、その流れを受けた3戦目、はい、まあ、藤平が久しぶり先発して、まあ、前回も先発したんだけど、まあ、早い回にノックアウト、すごく悔しかったんだろうね。まあ、昨日は6回途中1安打0点に抑えて、勝つという、はい、でロッテは菅野の1安打のみという、これ勝てないよね。やっぱここに来てまでやっぱロッテは打てないということで、楽天とロッテっていうのはすごく上がり目だったんだよ。これ前回の対戦を覚えてる人はいると思うけど、まあ、3連勝で来たんだよね。でロッテは雨で流れながらもオリックスに勝っていい勝ち方をして、まあ2チーム上り調子だったんだよ。その対戦だからこう楽しみにしてたんだけどさ、やっぱロッテが打てないというね。ちょっとロッテ心配ですね。まあちょっと心配だね。はい、まあそういう3連戦でした。はい、はい、挑戦権をかけた戦いもっていうこと、はい、でまあ一番はここだよね。ここでここに引導を渡すか、はい、いやここロッテが3連勝してまだ生き残るかとかね。でまあソフトバンクはもうコロナの陽性者が出たここで落ちるか落ちないかみたいな、まあそういうところもあったと思うんだけど、でもここら辺は、まあ、西武は3連敗しなかったらいいと思ってたと思うよ。山本、宮城、ムクノキ、まあその中で一つを取ればまだいいというようなね、まあそんな戦いだったと思うんだよね。はい、はい、ということで順位表をね、を見てみましょう。はい、どうなりましたでしょうか。はい、まずセ・リーグから。なんと4ゲームになった。縮まりましたね。背中が見えたよ。尻尾じゃなくて影から尻尾になり背中になっちゃったよ。もう背中見えてもなんか触れそうなところまで来てますか。まあそうだね、まあ触るまではいかないかもわかんないけど、まだまだまださ、でもしっかり見えたっていうことはあると思うよ。で、まあ DeNA は次絶好調、今絶好調同士だよね。はい、ここが当たって週末にヤクルトと直接対決があるんだよ。だからカードが終わった後はどうなってるんですか。いやー、これは面白いと思うよ。
だから星の潰し合いになるっていうことを考えると、うん、その時に広島巨人はやっぱ頑張っとかないとね、うん、で中日も巨人に対して 1.5 に迫ってきてるわけだから、そうですよ、うん、ちょっと頑張ったら上いけるよね、ゲーム差が縮まってますから、そう、うん、だから目標がこう見えてきたよね中日もね、うん、うん、だからずっと定位置にいるからね、うん、こことここは定位置をずっと守りながら、うん、ここら辺はもう書き換え書き換えできてるから、いやいや本当にそうでしたよ ね、はい、パリーグの方、まあ西武が3連敗しなくて、まあ、首位の座を明け渡さなかったというね、はい、うん、ただそのロッテが、まあ、オリックスに対して5ゲームになったという、ちょっと置いていかれてしまいましたか、そうだね、でこっから上は貯金があるんだけど、こっから下は借金なんだよね、うん、でロッテがもうちょっと厳しいかなっていう風に、まあ4強に絞られるって書いちゃったんだけど、はい、ちょっとやっぱりロッテは1安打に抑えられるとかさ、この時期にまあそういうことがあったらもうちょっと打てないかなと思うよね、うん、だからそういう意味ではこの4チームの中の戦い、上の4チームはこれまだまだ分からないゲーム差ですねいやそれ全然分かんない、 2.5 だもんね、本当に、うん、だから、まあ、全然分からないけどもさ、まあ考えてるのは、まあ優勝も考えてるけども、うん、絶対この位置には絶対とどまらなきゃいけないよっていうね、この3位までには、まあもちろんみんな優勝のチャンスがあるわけだから狙ってるとは思うけど、だからまあここら辺のこの4つのチームの熾烈な争いはまあこれからも見逃せないというね、そうですね、はい、はい、まあそういう対戦だったけども、まあ今週はちょっと DeNA から目が離せない、ね、うん、この勢いは止まらないでしょうか、そうだね、いやだからまあ阪神もすごくピッチャーもいいし、うん、大きいのも打てる、はい、足も使える、うん、うん、だからチームの雰囲気ノリは DeNA がいいけど、阪神の総合力っていうのは、うん、すごく感じるよね、なるほど、うん、だからまあそういう意味ではすごく、うん、まあ楽しみだな、明日からの対戦が京セラでやるけども、いやお願いしますね、いやいや、まあそれは言わないけどではまた、ありがとうございました。